本日は、はい、皆さんに本気のお願いがあります。お願いがあります。プライド捨てました。はい、ありません。ありません。なかなかね、視聴者の方にお願いを本気ですることはありませんでした。しかしもう今回させていただきます。はい、バラエティを頑張りたいから、もっとバラエティを見てほしい。お願いします。皆さん、バラエティ番組を見てください。ちょっと見て、よろしくお願いします。もう情緒不安定すぎて、片っぽ速度下座、片っぽ謎の拍手されます。意味わからない。一人土下座して一人拍手してた。全然意味わかんないんですけど、やっぱりずっと面白いものを提供していくっていうのを、まあ価値としてね、はい、みんなに長く YouTube に居続けるためにもですね、どうしても趣味の部分とかをまあつなげられた動画っていうのを伸ばしていきたいと、はい、まあ、それが理想なんですよね。乗り物めちゃめちゃ好きなんですけれども、まあ、今の ST には乗り物っていうのはそういう視聴者ついてないんですよ。ホラーとか都市伝説とかそういうのに比べて再生数があの5分の1ぐらいになると。まあそういうことですよ。あまりにも顕著に出てしまっているということで、ただここはちゃんとみんなにこう理由を言ってお願いしてみればもう少しちゃんと伸ばしてもらえるんじゃないか。そうですね、ちょっと本気度がまだ伝わりきれてないかもしれないからね。ということで、乗り物ただただ好きっていうよりも、もう今後ちょっと事業として大きくやっていきたいっていうのが僕の、 あの新しい夢にありまして、もっともっと乗り物の視聴者が欲しいんです、はい、そしてバラエティの視聴者も欲しいんです、はい、やってほしいこととしましては、あの乗り物とかそういうホラーじゃないところの動画もうあの一瞬見るとか、一瞬だけ見て好評価だけしてほしい。そうですね、それだけ、はい、これだけ、これだけ今回伝えたいこと、はい、これだけ覚えて帰ってください。はい、なんでこの動画ももうってなったらピッて除外してください、はい、あのその代わり高評価だけしといてください。はい、お願いします。無料なんで、あのそれだけであの僕たちがみんなに動画を多く届けられる、長く続けるっていう理由に本当になりますんで、真面目にこれはあのさっきふざけてましたけど、はい、真剣にあの高評価の方だけお願いいたします。よろしくお願いします。でここからはね、あのもうやっていくことに入るんですが、意地でも伸ばしたいと、うん、乗り物をね、はい、今までは僕一人だったんで、まあ、そんなにガチガチにやる必要もないのかなと思って、ついにターボーがね、うん、マカオ納車してくれまして、ポルシェも乗り物にはハマってきていると、うん、ツーリングとかもね行こうよっていう話になってまして、それで思いついたのが、俺らの要は要求としてはバラエティでも乗り物でもみんなで見てほしい、みんなの多分要求としてはホラーをいっぱい上げてほしいとか、動画を長く続けてほしいとか、いろいろあると思います。今回間を取って、要は 100-0 だったからお互い良くないんだそうだね、50-50 にしてホラーと乗り物でツーリングを今回掛け合わせまして、うん、新シリーズ企画「心霊ナイトツーリング」という企画をスタートしたいと思います。よーし、これと究極のね、まあ、ナイトツーリング部でもいいですよ、もう何でもいいですよ。はいはいはい、はい、一旦ね ST から徐々に徐々にそういう視聴者が見てくれるようにということで、はい、半分半分で、うん、掛け合わせていきたいと思います。ということでね、あの本当今は SNS の戦国時代になってきまして、はい、まあ本当いろんなインフルエンサーいますが、うん、悪いことにね、あの影響力使う人いっぱいいます。悪口言ったりね、うん、なんか人の人生を貶めたり、そういう人もいっぱいいると思いますが、はい、僕たちはもう10年以上やってきて、いいことのためにしか SNS を使ってないと自由してます。いやもうそれはもう当たり前です。はい、まあその信用を生かして、ぜひ影響力を僕たちにください。お願いします。絶対いろいろ気持ち楽しませますんで、っていう真剣なお願いでした。ということで、高評価だけね、はい、お願いして、本日は楽しくナイトツーリングの映像と、その後心霊スポット、はい、その後にちょっと温泉を一緒に寄って、要はせかせかしたね、ほら撮るぞーっていうのじゃなくて、うん、まあ半々っていう、そうですね、のを一回ちょっと新しいシリーズとしてやらせていただければ、はい、ちゃんとね、気合い入れて編集の方もちょっとテレビっぽくっていうのをターボにお願いしてますので、ノリ、はい、のナレーションだったりバラエティっぽくなってると思いますんで、一旦本当騙されたと思って高評価だけ押してください。はい、ちょっとみんなの力を僕らにちょっと感じさせてください。やっぱもうバラエティも面白いという自負がありますからね。ありますあります、本当日々からふざけて散らかしてるんで、はいということで、もうお願いは終わりまして、ここから番組チックになりますんで、番組っぽく行かせていただきます。はい、今日は正義さん、どんな車を紹介してくれるんですか。それでは行きましょう、車両紹介のコーナー始まるよいやいや、やりすぎやそこまでやったらもう無理してる感が出るそんなんならん。いや、なんかこういうさ、何も考えない撮影、はい、マジで久々だから。なるほどなるほど、なんかもう解放していこうかなと思って。普通に上がってんの、もう解放しようかなと思って。もう途中 PA とかもやってさ、確かにもう夜だよ今ね、9時とかなんで、こんな時間から出発したら車なんてガラガラですから。うわ、もういろんな楽しみ方あります、ね、カメラマンニョッキも帯同してくれますんで、はい、見ててください。はい、お願いします。
はい、ということで車両紹介、はい、まず本日は2台でいきます、はい、1台目こちらターボーさんのマカンでございます。はい、もう記憶に新しいですね皆さんね。コンパクトなボディから生み出される力強い走行性能が特徴であり、静粛性に優れた室内空間、先進の運転支援システムを備えている。 SUV なのにパワーがあり、PDK システムにより滑らかな変速が可能となっている。どうですか最近のなんかマカンエピソードあれば。まだマカンエピソードもしほやほやなんでね。あれからねもう2日に一遍ぐらいは別に何も用ないけど、うん、もう一緒に走ってますね、うん、ちゃんとね。やっぱもう夜とかやっぱ行きたくなっちゃう。行きたくなっちゃうね。でも今日なんとちゃんと長めの距離行くっていうのが初めてらしいので。初めてです。ターボはテンションがもうおかしくなりかけております。いやもう本当に楽しみで、ちょっとなんかもうやばい禁断症状みたいなの出てますよ。ちょっと今見てても多分俺とターボ本当に多分突き抜ける可能性あるからニョッキーはちゃんとしててほしいなるべくね。いや僕も行っちゃいそうっすわ、はい、前も危ない、はい、俺ら多分危ないんだ、うん、もううずうずしてきちゃってさ、もう、はい、早くもう行きたくてしょうがないんだよね。そうだよね。じゃあ2台目本舗初公開の車両となります。はい、僕 のバイクとなります。はい、こちらバリオス250でございます。出ましたよこれ。またこれかっこいいバイク乗っちゃってね。これめちゃめちゃかっこいいんですよ。バリオスは 250cc 水列4気筒の高回転型エンジンを搭載し、1991年に発売された。最高回転数は 19000rpm で、甲高い排気音が特徴である。中でも正義のバリオスは希少な初期型であるため、通常より5馬力高い45馬力となっている。やんちゃ仕様というか、うん、ライト黄色いでしょ。あ、黄色いね。やんちゃんだけどかっこいい、うん、黄色ライトに変わってます。はい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 、僕カスタムしたのハンドル周りだけなんで、はい、元から結構やんちゃしよう。なるほどね。まずここね、普通のバイクだとこの辺までなんや。はいはいはい、はい、長さが。おう、これ有名なちょっといいバイクの、おう、このテールのカウルがついてます。はい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 、はい、でこのシャキッとメリハリのあるシルエットになって、うん、あーなんかかっこいいね。かっこいいちょっと尻尾みたいな感じ でヤンキーっぽいけどね。あで絶対これ元のオーナーさんがヤンキーだったなんて分かるのが、はい、こちらです。ちょっと来てください。これもうあの外付けのラッパなんだけど、グラクションが改造されて、はい、ゴリゴリのヤンキーみたいな音になってます。こっからクラクションが出るって。あ、こっから出る。そう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 。僕の趣味ではないんですが、勝手についてたものなんですが、遊び心があって僕は好きだな。なるほどね。思います。はいはい、はい、こだわりはね、もうまずハンドルです。これセパレートハンドルってちょっとレーサーチックになる体勢になるようなハンドルに変えました、うん、僕がこれを買った決め手がこのマフラーなんだけど、音がめちゃめちゃ良くて、おー、ちょっと聞いてもらっていい？お、半端ない。いかついね。あの、F1 のサウンドって言われてるバイクだね。はい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 、本当フェラーリみたいな音がいくっていう。で、このメーターちょっと見てほしいんですけど、回転数なんと2万までもあります。おお、それってどんぐらいすごいの？普通の車がだから7とか8とかまでしかないから、これ20まで。え？やばっ。え、ってことはスピードが出るってこと？いや、回せる。一足あたりの遊びの幅が広いと。へえー、ふーんふーんじゃなくて、ふーんっていうとこまでいけるってこと。はい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 、はい、幅が広いよって。でも音が大好きな人にとったらマジでやばいってことです。最高やんこれ。はい、ということで、一応これがね、ややこしいんですが、規制後と規制前っていうのがあって、はい、これ本当初期型なんで、規制前となっておりまして、一番馬力がある、はい、最強にいいバリオさん。はい、極上です。おということで、本日はバリオスとマカンで目的地秩父に秩父設定して、心霊スポット1個ダム行きまして、その後に温泉使って帰りたいと思います。はい、いつもと違って、のんびりできる心霊ナイトツーリングとなってますんで。もうだってね、これから新スポ行くっつってんのに、もう2人ともニヤニヤしながら喋ってるからね。いつもはね、ちょっとこれから怖いなって感じですけど、今日は本当ひたすら楽しみながら半分半分で行った時に、うちのリスナーのみんながこれだけ俺らちょっと一緒に楽しんでくれるかっていうのを期待しますんで、はい、楽しんでいきましょう。ついてこいよ。みんなもう脳プラプラにしてみんな見て、この動画は、はい、楽しい感じで見て、いきましょう。いっちゃいましょう。期待に胸を膨らませ、いざ出発。
橋の横に来ました。いい音鳴らしてますね。めちゃめちゃいいっすよ。疲れた。ここでまさかの出来事。疲れて疲れて。一般道でラジオ体操する成人男性。この男自由すぎ。初めて見た。川端さん今日なんか生き生きしてますね。いやマジ楽しすぎでしょ。だってなんかこれやばいよね。だってもう何も縛られずにね、普通にドライブを楽しむだけでいいんだよ。確かに最高じゃない。到着入ります。最も自由を与えてはいけない男たちが高速の世界でもっと自由に。はい、どうぞ。なんかお前らも会話して楽しそうだな。あー最高だぜ。こっちはちょっと待って待って待って。高速にテンションが上がるマリオとルイージ。加速が気持ちいいですね、この車。やばい。すごっ。やばい。やばいやばいやばい。もう高いったよ。もう信号で止まることないんだぜ。陸に上がってきた亀のクラッシュ。止まらないでずっとドライブすることできるからね。速度でいっちゃいます。パーキング寄っちゃいましょうか。ダイエット中の方ごめんなさい。飯テロのお時間です。旅の醍醐味すぎない。いやマジで危ない。この瞬間が超楽しいのよ本当に、うんね、休憩がてら、はい、高坂サービスエリアやっていきまして、はい、みんなでラーメンを食そうと思います。はい、何をね決めていくんじゃなくて、これ一期一会 の, このランダム性がいいよね。そういただきます。それうまいそれうまいですけどちょっとねパンチが足んないんで、僕はあの自家製のニンニク醤油を作ったんです。はい、タモさんまず一口いってください。こっちの香りがもう誘惑してるかなりだるいぐらいうまい。マジだるかったよ。そうだよ、深夜のこの外で食う飯ってダメだもん。なんかおかしい噂してる。そうだよね、なんかあの大学生とか成り立てのさ、やっと夜中になんかみんなで食べるのが楽しいみたいな。はい、そんなテンションで。いや、その感じマジでよっきね、ご飯大好きだからね。うわ、ちょっとやばい。うわ、もう飯テロすぎ。映像から伝わるもん。もうやってるもん。マジでやばい。やばい。バタネすんだよ。お前、こんな夜中に目立たないで。やばい。行くぜ。高速道路でテンションが上がった成人男性が、成人年齢5歳になる瞬間をご覧いただこう。うわ、音かっこいい。すごい。こちら適温でお送りさせていただきます。はい、すいません。こっちもこちら突貫の容器入ってきています。すいません関さん、こっちすべて満たされてます。意外と車いっぱいいるね、こんな時間なのに。まだまだ都会やな、ここら辺は。まだまだ都会だね。刺激足りないですね。刺激足りないですか。あちょっと足りてないですね、これは。刺激足りです。ターボーさんもそんなこと言うようになっちゃったっすね。ああちょっとぬるいわ。一行はサービスエリアで休憩することに。了解。広すぎて開放感やるんだよ。やばえぐい。寒くてどんどんクローズになってきました。寒すぎて
今格好できるのは快適な車のやつだけだ。いやもうさっきまで暖かい空間で運転してたからさ、凍える我にはパーキングといえばのあのドリンクが必要なんで、ちょっと来てください。一流の飲み物がこちらにあります。あ、間違いなかった、はい、うわ、間違い、ああそれか、こちらでございます。私はね、このあったかい飲み物を飲んで英気を養えいや、これ結構正義はマジでシャレにならん状況で。そうなんです、僕らだってね、確かに非常にまずい状況。皆さんお気をつけください。秋口のバイクを舐めるとこうなります。これはこうなるよ。寒い。優勝の抹茶あるよ。出た。ずっと飲んでね、あの美味しいことは僕は把握してます。出た、抹茶。白抹茶、濃い抹茶。抹茶危ないっすよ。抹茶は危なくありません。抹茶危ない。何が危ねえの。こういう危ないで、やっぱもうこのね、心霊スポットツーリング、はい、通称 SST。 そんなのあったんですか。SST ね。あ、確かに確かに。スポットツーリング、 SST やっぱ流行らしいですね、これは。そうだね。心霊スポットツーリングか心霊ツーリング、うん、コメントなんで受賞しよう。そうだね、はい。ニョッキが味見することに。これ味見してみる。 99% 次だと思います。やばいよね、多分ね。さすがにここ開けた方がいいか。どんな絵なんすか。ライトつけてくれた。湯気取った場合なら湯気で。抹茶の湯気を本気で取る100万人目前 YouTuber。 光当てたかな。あー、あった。そうだね、ターボの方に向かってってる。あ、はいはい、あー、来てる来てる来てます。こんな真剣に抹茶オーレン撮ったの初めて。 YouTuber 歴10年にして初の快挙ですね。いや、トンネルライルとバイクの音めっちゃかっこいいね。いや、そうですよ。めっちゃかっこいい。えぐい。やば。窓開けたらもっとやばい。確かに。え、どうなんすか。やばい。うわ、えぐい。窓開けたらマジでやばい。すごいすごいすごい。え、どうなってる、どうなってる。超かっこいい。え、めっちゃかっこいい。撮ってる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 。え、これマジかっこいいんだけど。どういうことどういうことどういうこと。やばい。本当だ。あ、本当だ。めちゃくちゃかっこいい。すげえ。ということで今回はね、あのバラエティかける心霊の部分、はい、そうですね、皆さんのお待ちかねの部分やってきました。はい、秩父に来まして、はい、ここは未だに初めての場所です。ブラヤムダムと、すいません、ちょっとあのなんかベトナム語みたいになりました。怖い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 。何？声なのか。めっちゃ風切った音。やめろよ。ちょっとうるさい、やめて。やめて。マナーモードにしとけよ。ちゃんとなってるやん、こうな。怖いもん、怖いんだ。本当にすごい。もう5分前ぐらいまでもうずっとマジで、わあ気持ちいいとか言ってて、バイク乗ってて。怖いですね。ということで、ね、この場所はですね、ダムを通った先のコイで結構怪奇現象が起きると言われています。あ、なるほど。霊感ない人もちょっといろいろ感じてしまうような場所だったり、周辺で事故が多く発生したりと、はい、まあ、ダムあるあるでね、やっぱ建設するときに結構人数なくなっていることが多いので、うん、まあそうだね。プラスこうだらしがね結構行っているらしいんですよ。だらし面も結構怖いっていう。お墨付きの場所なんだ。ちょっと何あれ、ちょっと大丈夫、ちょっと大丈夫、やばいよ、あんま喋りたくない。したくないんで。うん。てかここにいるのも怖いし。
旦行くか、まあまあまあ、一旦行かね、そうしないともう進まんの、まあ、気が気じゃねえってのはあるけど、やばいのは確定してるんだけど SSS でとどまれるのか SSSSS ぐらいになっちゃう可能性がある、今、うん、その SSS だよねっていうのを確認しに行く。女子トイレの入り口にさ、はい、ひらひらあるの見える、カメラに映ってる、あ、これっすか、これがなびいてて、はい、普段の角度から見ると、はい、ここから見るとワンピースにしか見えなかった、あ、そういうことっすか、で、それでちょっとヤバいもん見えてるかもって多分と俺一斉に同じタイミングで気づいて、はいはいはい、今ので SSS の道にはなっただけであって、はい、ここから次 SSS なんだけど電気消えたんですよ、あ、それ見えますよ、バカ明るかったよ、はい、さっき、ちょっと大丈夫、え、ちょっと大丈夫、どうですか、やばいよね、明るかったよ、はい、さっき、それが見えて俺らが怯えたタイミングでなんか俺らの反応を見たやつがボタンを押したみたいなタイミングでポッて消えない、そういうことっすか、え、でも俺それじゃまだ安心できないわ、俺あのひらひらと同時に普通に細い手みたいなのがこう指なんだか手みたいなのが俺見えて、状況ちゃいませんよ、ちょっと全然俺それだと安心できないわ、あ、そんなのまで見えてる、うん、ダムの通った先の濃い、はい、で結構怪奇現象が起きると言われています、あー、なるほど、もしかしたらその渡った先のトイレじゃない、あ、俺もそれだ、行こう行こう、で俺とっさに一応あの時間だけ見たのね、うん、そういうタイミングかなと思って、あー、はい、消えた時間が1時11分、うわ、絶対違うですね、やばい、普通にちょっとやばい、ちょっと普通にちょっとやばいかもしれない、人感でついてるのに今ついてないとおかしいから、はい、ちょっと気をつけて、はい、わかりました、ここだ、いや、でかっ、うわぁ、これなんだろう、なんか石碑みたいなやつか、よくわかんねえ、ここが、ヤバいというのが分かる看板見つけました、こちらです、なんだこれ、親孝行、それは自分が生きること、なるほど、そういうことか、はい、で、そうですか、なるほどな、多分暗いから分かってないけど街の明かりが下に見えてるんで、あ、高さがヤバいことがよく分かること、いやそうだね、行きますよ、はい、気をつけて、まあ選ぶんだな、高いからここ、はあ、ちょっともうちょっとマイルズで行こうよいや本当に、いや、なんかマジで予想してなかった、心霊とバラエティ半々言うてんこのまま行ったらもう絶対 7-3 ぐらいになりますやん感情の起伏激しすぎて頭おかしくなりそうだやばいよね、さっきまで全然そんな雰囲気全くなかったのに、いきなりなんかぶん殴られたもんね、いや、そうだよね、着いた瞬間に、あ、2発ぐらい、え、うん、どうしよう、うん、聞こえた、いや、聞こえなかったっす、今の聞こえないな、結構わかりやすかったけど、全然虫じゃないよ、虫じゃないよ、今近くに来たの、てか虫とかブリじゃない、超でかかったよ、なんか音、女だよね、そうみたいなやつでしょ、あ、いや、なんかザザザザザっていう音、待って、なんか音しよう、え、なんか音しますよね、あ、おおおなんか喋ってます？か、とりあえず、うん、はい、
ニョッキはさ、テント検証してからちょっと体勢ついた？いや、だいぶっすね。さすがに。はい、さすがに。あれやばかった。あれはレベチっす、さすがに。オイル、小島じゃねえか。ちっちゃめの小島じゃねえか、お前。めちゃめちゃ悪口っすよ。攻撃力、小島っすよ。いや、謝ってくれ。渡り終えたんじゃね。お、やっとか。これが、噂のトイレなんだよ。いや、あかんでしょ。いや、やばいな。雰囲気はやばいよね。うん、パッと見はこっちの方がやばそう。ここにマークある。中にもマークある。ちょっと見ようか。なんか増改築したみたいな。そう、構造してる。老朽化のためって書いてあるんだけど。ええ、人工つくの？ここは使用できない、老朽化で。ああ。こっちはちょっと、入るなって感じや。写真だけ撮っとくかじゃ。ああ、どうぞ。しました。はい、めちゃめちゃ気重いんだけど、一番やばそうなこのトイレに突入したいと思います。トイレ行ってこようか。俺行った。あ、行ける。いや、怖え。もう人間なのは祈っとくよ。行ってきます。怖え。よく行けんな。やばいっすよ、あそこ一人は。ここはでもさっきマジで意味わかんなかったから怖えんだよな。内側じゃないことを祈りたい。あ、タボ、なんもないんだよ。もう起きてないけど、うん、一人で行くレベルじゃないよっていうのはもう分かって、分かるわ。うわ、なんかもう感じちゃってるやん。ちょっと来てほしい。しょ、これ全然一人じゃない。あ、行こう行こう行こう。無理無理。人間の方がいいんだよ。うん、人間だったらまだまだ納得できるわ。来い。おお、ついた。よかった。電気ついた。おお、よかった。まだ安心できる。ここ怖い。からついてたんじゃない。で、人間ってことはそうっすよね。いないんで、はい、いなかったよ、誰も。はい、それか、風でこのカーテンがめくれて、それに反応し電気がつくんだとしたら、仕組み的にはあり得るんだけど、だとしたらちょっとカーテンがバカすぎねっていう。こんな無駄にずっと電気代食うような動きするから。離れてみようか。どれぐらいで消えるのかもわかんない。もうここはだから俺ら絶対関係ないもんね。はい。冷静なこと言っていい。このカーテン何？確かに中にどうせ個室あるべき。うん、そこに何か引く必要あんのか。トイレも一旦何事もないので、最後に橋の真ん中ら辺で暗闇タイムをやろうと思います。俺とターボだけでじゃあ行きましょうかね。一応ニョッキー一人で待ってる間、トイレの前どんぐらいで電気消えるのかとかも知りたいし、また勝手につくかもしれないんで、トイレ前に定点カメラ設置して、はい、その辺でニョッキーは待っててもらおうと思います。はい、はい、じゃあラストスパート頑張りましょう。はい、じゃあニョッキーさん一人で頑張ってくださいね。
うわ、めっちゃ怖いな。行きまーす。圧倒的にお前の方がハードルが高い。先輩たちは今から二人で橋に行ってくるよ。ちょっと待って。ちょっと待って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 。ちょっと、うわ、マジか。正義さんとターボーさんが帰ってくるまで一応ここで待機したいと思います。めちゃがっつり落としたぞ。しかもなんか足音みたいな。何今の音？こっちから落としたんですけど、こっち崖なんですよ。ということで橋の真ん中まで来まして、はい、これから暗闇タイムをやっていきたいと思います。はい。この企画の醍醐味は何よりもね、僕らとしてはバイクとか乗り物とかバラエティ系をね、伸ばしていきたいっていうのがあるんで、それが叶えばもっと動画の数が増えるんじゃないかなっていうのがあって、視聴者からいいことすればやっぱり出張とか霊地とかで扱わないような場所の心霊スポットとかが、ね、まあ、見れますんで、心霊系の企画が多分増えるっちゃ増えるわけなんで、まあそうだよね。そう、うん、ぜひこれはね本当に高評価をしていただいて、定期的にちょっとやれるようにしたいなと思いますね。トーク内容的に、なんかエンディングみたいになってるけど。まあそうだね。最初そういえば言い忘れてたんだけど、乗り物のチャンネルをもう作ろうかなって検討してんだよね。地道にちょっとそういうバラエティとか乗り物の好きな視聴者が増えてくれれば、いつかはそのチャンネルにシフトしたいんで、そっちの方がメリハリついてて視聴者も分かりやすいかなっていうのがあるんで、それやる場合は僕コチャンにしたあのチャンネルを乗り物とかバラエティチャンネルにしようかなって、うん、個人チャンネル一旦走らせてみて、まあ、1年ぐらい経って確定で出たんですけど、答えが僕は自分に興味がないですね。自分のことを売るっていうのが多分壊滅的に興味がないので、改めてねそれが再認識できたってことだよね、うん、そうだから乗り物とかバラエティチャンネルに、まあ、シフトすればさ、メンバーみんないろいろ動画出れるだろうし、うん、一緒におもろいの作れるかなっていう、ぜひ見てほしい。そうですね。そしてぜひ見た動画に高評価だけしてほしい。それだけやってくれればもう十分な力を僕らつけて、もっともっと人、多くの人楽しませていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。長々と話しましたが、現象何も起きてないんでずっと喋ってましたね。発表させていただきます。はい。最初のがな、まあそうなんだよね、電気の原理が分かってないけど、あれが普通に俺らの勘違いなんだとしたら B だし、勘違いじゃなくても A にしかなんない気がする。まあね、まあそうなっちゃうか。勘違いの可能性もあるんだけど、最初の威力は SS は余裕でいくと思ったレベルだったんで、うん、って考えたらまあ A にしときましょうか。そうだね。ぜひね、ホラーも見ながらバラエティも楽しめるということで、心霊ナイトツアー、心霊スポットツーリングですかね。心霊スポットツーリング SST、はい、はい、ぜひ恒例企画にしてほしいなという方は高評価、関係なく、そうですね、関係なく高評価をしてください。この動画に関しては、はい、絶対お願いします。一旦協力してください。僕たちに力貸してください。お願いします。はい、お願いします。ということで、そろそろね、出張も待ち構えてますんで、九州に行こうかなと思ってます。はい。次の動画でお会いしましょう。バイバイビー。撮影お疲れ様です。一行は疲れた体を癒すため温泉へ。もうこれから至高の温泉ですよ、ニョキさん。いや本当っすよ、冷え具合も完璧っすから。お前は冷えてね。俺が一番気持ちいいからな。あほら制御移しな、ほら。そこだけは譲らねえからな。撮影で疲れてるのになんだかテンションが上がる建物が見えてきましたね。これは勝ちましたね。
整ったね、だいぶ。これは世界一うまいプルーン。もう目開いてないです、お兄さん。ということで、50-50 で、お送りしました。はい。ホラー×バラエティということで、心霊スポットツーイング、僕たちは満足でした。ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。あとはちゃんとこれが映像越しで伝わっていて、そしてみんながね、高評価で、はい、私たちの背中を押してくれることを信じております。ストレスが溜まりやすい世の中なんで、気の知れた仲間たちと友達とかとこうたまには遠出してリフレッシュしていきましょう。これを経験するのとしないのだとでも幸福度が全然違うから。全然違います。いや本当にそれだけは伝えたい。ぜひ高評価の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マジでこれから乗り物とねバラエティも盛り上げていきますので、次の動画でお会いしましょう。バイバイビー、バイビー。眠気を通り越しハイになりすぎた男、腰が痛い。どうもやばいやつです。間違いないっすわ。眠気を通り越しハイになりすぎた男カイ。全然回んねえんだよな、気持ちだけ回ってんだけど。Thank you.